ボンボン研究所、あつとちおちです。こんにちは、えっちゃんです。はい、というわけで今回はですね、えっちゃんにアートをしてもらいたいのですが、まあえっちゃんがね、最近俺の体好きか知らないけど、まあ筋肉アートとか、あとなんだっけ、お腹が穴開くアートね。そう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 。で、あれはえっちゃんが持ってきたものでしょ。今回は僕がチョイスしたアートを描いてもらいます。何？どうなの？その名もお腹がねじれるアート。さあどうです？これはね、こそれんできませんからね。大丈夫かな？いや、さすがねえっちゃん。でもいいよ。え？はい、じゃあよっちにやってくれって言われたから、ああやってみるんだけど、なんかやってくれ。一段と毛が濃い。いや、やっぱりさ、最近太ってきたからさ、絞りてえつうかさ、ねじりてえつうか、本当の絞る方ね。そう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 、キュッとね。まあね、しょうがないんで早速やっていきたいと思います。お願いします。まずはじめに肌色よりちょっと濃い茶色を作ります。まず最初に絞りたいラインを描きます。おー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 イエー。で、ここら辺に結び目を作るんですけれど、結び目は入り組んでいるように。お、すごい。やっぱ3回目だから慣れてますね、僕の体に。はい、で、こんな感じに結んだところを持って下に流します。わあ、あー、すごいこれ。っていうか、もうなんかねじれてる感がすごいあるよ。まあ、イメージとしては、こっからね、こう入っていって、うん、ぐるっと後ろ回っていって、ここに出てきて、こっちに入ってきてるよ。なるほど。感じです。はい。そして、こっからは、まあ、同じ色より少し肌色っぽい色で、絞ったということで、シワが寄るよね。うん。普通、シワを描いていきます。毛の処理してる。前回のダチョウとかなんかの時もコメント欄に、どっちのおへそのあたりなんか汚いみたいな。え、マジでそんなあった？あったあったあった。マジで？毛の処理今後は必須。うわー、恥ずかしい。ここまでね、影が描けましたら、ちょっとね、アップにしましょう。はい。このようにね、影が描けてきたら、明るい色をのせていきます。ちょっとなじませつつやっていきたいと思います。はい。はい、だいぶね、絞れてきてるね。絞ってきたぜ。ここまでねじれると内臓はどうなっちゃうんだろう。上と下に分かれるんじゃない？リアル。そういうこと。ちょっと苦しくなってきた。マジ苦しくなってきた。急ぐね、ちょっと。いや、絞れてきたんで、あとは黒でパキッとさせて背景にね、馴染むようにしていきたいと思います。じゃあ、よっちも自分で塗ってみる？あ、塗ってみたい。あーすごい。あーすごい。よっちも自分で塗ったのは初めてじゃない？体をこう。初めてや。の体験やわ。ここを塗ってくれ。どこ？そこ。ここ？そこ。ここかい？ここがええんやろ。どこがええんや？ほら、ん？ほらほらほら、どうだ？冷てぇ。はい、あとはアップで確認してみましょう。マジかよ。ちょっと手挙げてください。これやばくない？ああすごい。すごいねこれ。じゃあ黒い背景に移動してみましょう。はい。わー、やべえ。わー。はい、じゃあ完成。あんたすごいじゃない。すごいね。ここキュッと縛っちゃった感じに見えますか？やばいねこれ。こうやってみ。ふっふっふっ。腰動かしてみて、こうやって腰っこ。すごい。どう？私のくびれっていうか、ねじれ。ちょっとアップにしてみようか。ああ。はい、ということで、まあ、ヨッチのリクエスト通りのものはできてますかね？できてますね、これ。おやばい、面白い。一番好きかも、これ。おー、やったー。面白いもんね、これ動いたらね。面白い。面白い、面白い。面白いね、これ、うん。真横から見ると、普通にね、肌色見えてて、ちょっと、こう腰打ってるヨッチなんだよね。見られたくないよね、ここね。はい、ということで、今回はですね、えっちゃんからではなく、僕からリクエストしたにもかかわらず、ここまでのクオリティということで、改めてね、ちょっとアート素晴らしいです。ありがとうございます。ということで、この動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんね、リクエストコメント欄でぜひ書いてください。それではまた次回お会いしましょう。またねー。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方はここのロゴを押して